さあとうとうやってまいりました。ロケットの上までもあと少しということで行ってみましょう。誰が待ってるんでしょうか。必要なものは3つ。正しき器、正しき魂、そしてそれらを正しく導ける頭脳だよ。近寄るでない。経験を積み上げた君の頭脳は美しい。そのエキスであれば申し分ない。エキスチューするでない。あー大丈夫。あれおい大丈夫か。何かを塗れば何かが消える。そして何も消さずに新しい色を塗ることはできない。大丈夫かクマさん。ちょっと宗教じみてますね喋りが。危ないですよこれは。思想が危ないことになってますよ。さあ行ってみましょう。じいちゃん助けに来たよ。ええまさか。おい最悪じゃねえか。おじいちゃん嘘。そんな本当に当たり目になったんだね。とうとう名前のなにこれ。おいちょっと待って。何テディベアだこいつは。実験体って出てた。ちょっとケムクズラ、じいちゃんを元に戻してよ。顔気にすることはない。これから全て元通りになるんだ。何これ。なんかあすごい軍艦マーチみたいな。え大丈夫。発射されちゃうよ。4321。あSora を越えて、ラララ星の彼方、行くぞ。クマさん、アルバイト基本の、何事にも終わりは訪れるものだ。かっけえじゃん、ちょっと。そう、今のそのまま言って大丈夫。何、天からケバインクを降らせて、世界のバランスを正すだけさ。それは最悪だ。今日は終わり、明日が始まる。え?バッドエンドじゃん。終わった。あーロケットが。おじいちゃん。おじいちゃんこんなに干からびてカラカラになっとる。そんなあらちょっとうろった。んちょっとまあやべ笑っちゃうんだよ。ちょっと面白すぎる。ふうびっくりしたわ。急にチューとされたもんでの。ん?血と体が軽くなったかの。血とどころじゃない、スルメになってる。っていうか生きてんの?よかったでもまだまだピンチだよ。このままじゃケバインクが降ってきてみんな毛玉になっちゃう。けどロケットに追いつくのはさすがに無理じゃね。どうしよう。ちょっと待つんじゃん。え、誰だ?お!皆様、お困りのご様子、わしらに任せてほしいのじゃ。あら、すり身団のみんな。インク壺、カモン!わお!あら!カミカミして、ぐる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 。先生お越しやす。わあかっこいい。歯がすごいねギザギザで。なんか首大丈夫ですか。僕じゃんそれ。これどうぞ。おおいいですねサメライド。巨大サメライドでブイーン。ほんじゃレッツゴー。いかよろしく。いけサンゴー。地球の目は君に任せた。小ジャケ君もよろしくね。かっこいい。ちょっとサンゴ、ちょっとドラゴンボールのの世界を感じましたね今。おお宇宙行ったぞ。おい間に合った僕ら大丈夫なのこれ。あらあれクマさんはクマさん大丈夫いいのかそんなんで。
君たちも働き者だね。休むのも仕事のうちだよ。来なさい、永遠の休みをあげよう。これ、取りながら行った方がいいのかな。なんだこれ、あれ集め、金いくらだ。これ使えるかも。危ない。これケバインクがあるから多分前にもあんまり進めないはず。あ、危ない、ごめんごめんね。ああ、なるほど、そういうことね。はい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 。危ない。うわ、最悪速攻やられた、恥ずかしい。なるほど、今までのやつのちっちゃい版ですね。はい、よし、 OK。 さーて、パパパパン、パパパパン。さあ、どこにやったらいいんだこれ。おお、なんだ、コアを狙え。コアどこかちょっとわかんねえな。ちょっと待って、コアを狙え。あれか、あのここに出てるやつ、これ。はい、ダメ。はいこれコアじゃないの、これ。いて、ダメか。え、絶対コアでしょあれ。あの変な色のとこ打ってみる。あー、こういうことね。はい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 、なんか出た。こうケバインクのコア。終わりと始まりは繰り返すものだ。なんかちょっと色がついたけど、あらら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 、らえ、溶けた。あ、奥に行った感じですかね。あっちの方にケバインクが。なるほど何このヘンテコな音楽ちょっとでもインクはついたまんまだぞ。すごい、本当にケバだってるね、クマさん。さすがクマさんだ。待ってねー。はい、さてさて、こっちもいただいて。はい、なんか大丈夫これ。ちょ、どんな、ねえ、なにこれ、なんでくるくる回ってんの。もうちょ、勘弁してくれよ。ほいほい、よし、なんとかぐるぐるめっちゃ回るやん。ちょっと踏ん張れめっちゃ投げ。どこだ、あれ、あ、来た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 。よし、止まった。よしよし、止まった止まった止まった。大丈夫大丈夫、まだ回ってる、また回ってる。おー、危ね。はいはいはい、あそこね、クマさん、クマさん出ちゃったのね。はい、よいよ。はい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 、よし、危ね。危ね、よし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 、いいぞ。まるで打ち寄せる波のようだね。もよ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 ーん。やば。さあ次は、またどっか行った。今度はあそこか。うわーん。じゃじゃーん。ほー。チェックポイント、さあしっかりとゲットしていきましょう。よいしょ、やばい、やっばい
くそ、あんなやられるん決まってんじゃん。もう、はい、早めに壊してと。あぶね、ギリギリギリチョン。はい、ちょっと食われてる、いつの間にか。もう横になってしんどい、これねえ、もう本当に。もうなんかまた動き始めちゃった。すっげえ、なんだよこれ。はよ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 、一周してくれ。よし、 OK。 よしだ。お、でもそう、あぶねー。絶対避けなきゃいけないやつ。どうですか。え、7個どこにある。もう1個ここあった。よっしゃ、どうだ。おや、ん、君たちなかなかやりおるね。しかし時は満ちた。再び地球を哺乳類のものに。うん、おおすごい。そうか、確かに哺乳類だもんな、クマさんは。なんだ、おお、なんとかしがみついてた。あら、タコワサ将軍。事情すべて聞いた。我らの縄張り共に守るぞ。哺乳類対イカタコの戦いが始まる。私たちもサンゴを応援するよ。さあさあ、お立ち合い。立ち上がりしはイカしたつわもの。ごめんタコだけど、僕大熊退治じゃ。えいえい、おお、王じゃないの。今日も隅から隅までズズイと塗ってみせましょう。いや、母じろや。じゃあ一丁やりますか。聞けば天国、歌えば極楽。おお、すげえ、めちゃめちゃいいじゃないですか。え、なんかローラー持ってるけど。あら、え、小ジャケがまさか、どうなっちゃうの。あの一緒に旅してきた小ジャケがピカーッと光って、見よ、魚介類たちの力が集まってきよる。すごい。この光は天より下りし3つの光、渦をつかれて災い抜けな、バンカレに伝わる神竜。大ジャケ様じゃ、出た。大ジャケ様じゃ、これが大ジャケ様。小ジャケちゃんもクマさんも巨大化しちゃった。かわいい。クマさんがケバインクを取り込んだ。コアを攻撃して小ジャケをサポートするんだと指令は言っておるよ。あいつ地球に向かっとる。あのケバインクをまき散らすつもりなんよ。わあ、やばい、哺乳類の機関。いいですね。帰ってこんでよいのじゃが。おい、タコワサ、操縦席はあっち開放、吸引機でコア吸い込め。サンゴ、タコツボキングに乗り込んでコアを吸引だ。地球に着くまであと3分33秒しかないよ、サンゴお願い。そんだけありゃ十分さ。さあ、コアを吸い込んで、え、どういうこと。コアを吸い、え、ちょっと
え、どういうこと、ちょっと待って、これ邪魔さ、それの、あ、こうか、はいはいはい、あ、こう、あ、こうか、こうか、はいはいはい、あ、ちょちょちょ、邪魔邪魔邪魔しないで、わかった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 、お掃除機ね、こ、吸い込んだ、よし、まだあるよ、コア、次、よし、行こう、大丈夫、できる、タコはさ、こっちじゃ、よし、行こう、なんだこれ、コアを吸い込むぞはい、あー、できてるできてるできてる、あいて、いいよいいよいいよ、吸い込んでる吸い込んでる、え、何した何した、なんでなんでなんで、当たるとぶっ飛ばされちゃう、マジか、早く吸い込めてる、あれ、あ、吸い込んでる、よしよしよし、吸い込んだ、あと2個もあんの、マジかマジか、あと2個もあった、どこにある、あ、お尻のおできじゃねえか、僕がよくできてるおできじゃねえかこれちょっと汚いね、ちょっと待って、これでこれ壊せる、これ壊せない、あ、やばいやばいやばい、よし、 OKOKOK、 最高、やばい、待って、当たるとぶっ飛ばされちゃうから、ちょ待って、どうなってる、ちょ、やばいやばいやばい、あー、死んだ、クソクソ、うわー、バンカラガイガー、え、嘘、待って、あー、嘘だろ、あー、ケバインクに、おい、ちょっとバッドエンドやめよう、ほんとその日、宇宙に巨大な毛玉が誕生しましたとさ、続けるに決まってるやろうが、くっそー、悔しいな、やべやべやべ、吸い込むぞ、あと、おら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 、よし、いけ、できる、よし、さあ最後、よし、吸い込むぞ、あはは、大丈夫か大丈夫か、鮭大丈夫か、クマに負けるな、いけ、はい、はい、やばい、あっぶね、あっぶんな、よし、あ、やばい、吹っ飛ばされちゃった、いけ、いける、うわ、あ、どう、どう、これ全部吸い込んだエネルギーまとめて返す、やつを撃ち抜くんだ、おらおらおら、絶対諦めない、勝利の鉄則、いけ、どう、どうだ、僕たちの思いすべてをクマさんにぶつけるんだ、あれ君たちには負けたよ、あらゆる面においてね、過去を思うように強く今と未来を見つめるのは実に難しいものだ、私の仕事もこれでおしまいかな、それじゃお疲れ様、爆発しちゃった、
え、もうバイトどうなんの？クマさんいなくなるってこと？こじゃけあんなにでかくなっちまって。こじゃけになるんかい。戻るんかい、こじゃけに。よし、おかえり。いい収まり方だ。いやー綺麗だな地球は。よかった。え、どうなった？なんか普通に終わっちゃったけど。え、さあさあお立ち会い、バンカル代表の生かした3人組スリミ連合がお送りするラジオだよ。今日も隅から隅まで塗ってみせましょうよ。ほほじろや。どうなった？これはなんじゃ万太郎。臨時ニュース臨時ニュース、オーデンチナマズが戻ってきたじゃと。ほんまや。戻ってきた。前から案内やったっかの、ま、ともあれ無事で何よりじゃ。よし次まだあるよ臨時ニュース。なんや万太郎、今日はえらい騒がしいな。ん、塩辛ニュースの白からずのニューシングルが発売。ここはスリミ連合の島バンカラ街じゃぞ。そんなハイカラなもん、この顔どっかで見たことあるような。まさかこれは姉子たちじゃ。姉子たちのニューシングルじゃ。姉子、姉子たちのニューシングル、このスリミ連合が全身全霊気合を入れて応援させてもらいます。ほほじろや。それでは聞いていただきましょう、塩からずで潮風の星。最後歌で終わりですかね。え、なんか濡れそうじゃないこれ。濡れそうじゃないこれ。はい、ということで、ヒーローモードのストーリーモードですね。とりあえずちょっと一直線にね、あのクリアまで行ったんですけれども、ちょっとネタバレが嫌だったんでね、自分で早くクリアしたくてめちゃめちゃ早くクリアしちゃったんですけれども、いやさすがヒーローモード面白かったですね。もう十分のボリュームで、まだまだ 100% クリアには程遠い感じです。なので、今からですね、まあ、収集をしていくんじゃないかなと思うんですけども、これちょっと なんだこれ。かわいいスタッフロールやな。いやまさかのね、クマさんが今回はラスボスということで、これあのサーモンランは一体どうなるんでしょうか。もうそこがちょっと気になるんですけど、今回サーモンランもあるということで、もしかしてクマさんじゃない人が仕切ってんのかな。だってクマさんめちゃめちゃ爆発しちゃったけど。それにしてもあのクマさんのあの無表情な顔が何とも言えませんでしたね。そして当たり目、当たり目干からびたまんま終わっちゃったんだけど、いいのかなこれで本当に。はい、スプ3はね、まあもうオクトエキスパンションパスみたいにね、こう追加コンテンツがあるっていうのも明言されてるので、まあもっとねどんどんいろいろ面白く面白いこうストーリーがですねもう一つ来ると思うので、そちらもね、めちゃめちゃ楽しみに待ちたいかなと思います。まあそれまではやることいっぱいあるんだ本当。もうね、やることをこうリストアップするともうびっくりするぐらいいっぱいやることがあって、今回カードゲームもあるでしょ。カードゲームのカードも集めたいで、もちろんね、なんだっけ、ジュースとか飲んでこう何倍かこう効率よくあのいろんなものをギアを貯めれる、ギアのやつ貯めれたりするとかも、なんかいろんな要素があってね、僕は、スプラ2ではね A プラスが最高だったんですけど、それを超えるために、ガチマッチの方も頑張りたいし、なんか今回3戦ぐらいあるのかなガチマッチが。なんかいろんな要素を楽しみたいんですが、ヒーローモードのねあのこう情報のやつが気になるので、あれを集めたいかな。まずはスプラ2の方もね、2の時もいりことか情報のやつをねしっかりとゲットしてからスタートさせたので、
もうちょっとだけヒーローモードはねエンディングを迎えましたけれども、じっくりね 100% クリアを目指してちょっと頑張りたいかなと思います。そしてサーモンランもねやったり縄張りやったり、いやもう夢が広がりんぐ、いやギアをちょっとどんなのにしようかとか考えたり、持ち武器は何をしようか考えたり、まずはランク上げしなきゃいけないんでね、武器解放されるためには。これあなんか一応撃ってんだなこれ僕適当になんか押してたけど、これ一応撃ってるね、ピチャピチャ撃ってんだ、撃てるようになってんだはい、ということで、ストーリーモードはですね、まあ、ボリューム十分、ストーリーもねなんか昔のキャラが出てきてびっくりですけど、姫と飯田は全然出てこなかったな今回、それがちょっと悲しかったかな。スプラ2の時は確かね塩カラーズのみんなとプラス姫飯田だったけど、やっぱりもう3に切り替わったからスリミ連合のみんなしか出ないって感じなんですかね。姫ちゃんがさ、スプラ2の開始の時は21歳だったんだけど、もうスプラ2 5周年経ってるので、まさかのもうアラサーになってるっていうね、あの可愛い姫ちゃんがもう26歳のアラサーになってるっていう、ちょっと衝撃の事実を、知ったんですけれども、いやびっくりだね、もうほんとそりゃ僕をね見てくれた小学生だったみんなが高校生になったりね、大学生になったり、大学だったみんなはもう卒業してね就職してたり、もうとんでもない時間をタイムワープしたかのように感じてますけれども、まあ、僕はねいつも全く変わらずに、今回も、ヒーローモードで落ちまくったしヒーローモードで全然うまくできなかったし、何も成長してないのは僕だけかな、うん、みんなはもう成長していろんなことを楽しんでるんでしょうねきっとということで、僕は懲りずにまだまだ、スプラトゥーン遊んでいきたいと思いますので、まだこれからもねヒーローモードやったり、まあ、企画もねちょっとやろうかなと思ってるんですけど、どんな企画にしようかね今考え中でございます。はい、サーモンランもやりたい早く小ジャケちゃん可愛かったな、小ジャケちゃんがまさかね大ジャケちゃんになるとは思いませんでした。 Thank you for playing ということで、これからもどんどん遊んでいきますよということで、とりあえずのエンディングでございました。ラスボス&エンディングですね。ヒーローブレインレプリカ、何これ、これ何、ヒーローブレイン頭につけるやつかな。ヒーロースーツレプリカももらいました。ヒーローブーツレプリカ、おいいね、3つ空いてるやつ。ヒーローシューターレプリカゲット、ステッカーもゲット、おーステッカーいいね、ロッカーに飾ろう。いや久しぶりにバンカラ界に戻ってきたなこれ。ヒュー、新しいバッジをゲット、ネームプレートにつけてみよう。いいのそれネタバレだけどあんまりネタバレしたくない派だからな僕な。はい、ということで、じゃあ今回はねここから辺で終わりにしたいと思います。まだもうちょっとだけねヒーローモードやったり、なんだりちょっとねいろいろやるかもしれませんけれども、よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。